かわいたしチャンネル。さあ本日は僕の出身地東京都武蔵村山市にやってきております。まあ、このチャンネルでも古着を何回かいろいろな場所で紹介してるんですけど、なんと武蔵村山市にも古着屋があるということを調べたら発覚したので、今回はそちらのお店を2軒行きたいと思います。まず1軒目がこちら、マルキューショップさん。結構こう古着をリメイクした、商品が売っていたりとか、店内もちょっとアメリカンな雑貨とかも多少置いてあるということが、サイトの方に書いてありましたので、ちょっと初めてなんですが行ってみたいと思います。お邪魔します。入りましょう。見てくださいよ、いろいろあるよ。すごい量ですね。量はすごい。 T シャツとか、あと結構こういうジャージ系もね、調べたら多いって書いてあって、リメイクがメインの、リメイクがメインで仕事してて、はい、その材料となる古着の倉庫。なるほど。そうそうなんです。はあ。倉庫兼作業場としてやって、ついでにお店もやった方がっていう形式です。そっか。じゃあこれからリメイクになるかもしれない商品もあるってことですね。そうです。じゃあリメイク見ますか。要は都市、都心でお店やってて。ああそうなんですね。そうですよ。そちらでリメイクブランドと、まあ、バンティとかをメインにお店やっててっていう感じです。だから古着屋っていう形式では実はない。ないんですよ。リメイクショップの倉庫。そう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 です、そうです。リメイク、あ、かわいい。リメイク結構かわいくない。貸し出しもしてるので。あ、そうなんですね。結構貸し出し、衣装とかそういうことですか。そうです。スタイリストさん、かわいい。なんかここにしかないからいいよね。かぶらないし。世界で一つだけの T シャツ。ね。ね、ありますね。本来であれば作り込んでたくさん作ったものをコレクション形式で発表して、なるほど、で販売していくんですけど、その前の状態なんですよ。おー、なるほどね。なのでこのブランドの顧客さんにはこのお店の情報を実は伝えてないですよ。そうなんですよ。そうなんですか。え、大丈夫ですか。なんでもいいっす。これは確かに調べてもあまり多く出てこなかったね、詳しく。打ち出してないですか。そうですよね、はい、ネット関連で一切動かないようにしてて。そうなんですよ。逆にじゃあ連絡来てびっくりした感じですか。なんで知ってんだろうみたいな。まあなんかよくわかんないけど、なんでもいいかなノリがずっとなんでもいいスタイルなんでもいいですよ。いいっすね。こっからオリジナル商品になってくるわけでしょう。そうですね。ね、あ、このプーマめっちゃいいな。めっちゃなんか、あ、かわいい。かわいくない。いいっすね。いくらなんすか。9,000円。おい、サイズもいい。今の時期あったらそれで羽織るだけで。ねえ、可愛くない。そう、全然いい。めっちゃいい。めっちゃいいよね。お目が高い。可愛いですね。一番お目が高いですか。価値がある、ね、え、これは何のやつなんですか。買い付けに行った時にいろいろ説明受けたんですけど、全く覚えてないです。もうあれですか、覚えてない。価値とかじゃなくて素材としてしか見てないって感じですか。まあそうですね、古着屋さんって多分ですけど、そういううんちくどうだこうだで、そうですよね、とかっていうのを重要視するじゃないですか、うんうん、もちろん玉数とかその状態とか、はい、うちも大事にするんですけど、それ以上にデザインとして見てるんですよ。なるほど。あくまでデザイン系のベースなんで。なるほど。そうそうなんですよ。いつぐらいの年代なんだろう。めっちゃ可愛い。そんなに古くないと思うんですけど。90年代とかですか。覚えてないで何も言えないです。いやでもいい、これ。ただ一つ言えるのは、素材感がジャージの中でもちょっと光沢があるんです。ああ、確かに確かに確かに、はい、これ買います。早っ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 。いいね、はい、すいません。めっちゃいい。こ
店舗を近づかないかな。わー、出たドラゴンボール出た。向こうで出したやつかな。身勝手な極意。6380円。かっこいいね。ベジット東映アニメーションって書いてある。俺でもあえてこのさ日本語で書いてるの向こうで映ったっぽいよね。そうですね。あー、分かりやすいよ。日本で出したやつってあんま書かないよね。これいいな。ちょっと割れてる感じも。あれ結構買うよ感がするね。悟空ブラックあんじゃん。え？これドラゴンボールって日本で売ってたやつですか？海外。あの基本的には海外企画のものが。あ、海外企画。やっぱだから日本語で書いてあるんだ。T シャツ着ても大丈夫ですか？あ、大丈夫です。日本で出てるやつより生地がいい気がするんだよな。日本でグッズで買ったドラゴンボール T シャツを俺全部手放しちゃったんだよね。思ったらそう、結構もう黄ばんじゃったりしたから。でも今思うと手放さなきゃよかった。やば、サイズいい。え、かっこよくね。お、かっこいい。結構あ、いいね。あ、かわいい。あ、めっちゃかわいい。欲しかったね、ドラゴンボール。そう、これ大きか小さかったら買ったな。 T シャツは表示から 10%。そうなんすか。あんま言いたくないですけど、都心ではそれやってないんです。え、でもこれ YouTube 大丈夫ですか。なんでもいいっす。マジっすか。武蔵村山プライスです。確かに。あ、ヤバめぐらい。ヤバめ。うわぁ、もののけ姫だこれ。しかもちゃんとジブリのグッズじゃん、ほら。あ、本当だ。44,000。ハウルハウル。しかもこれ向こうで買って売ってたやつじゃない。スタジオジブリ書いてある。ハウルめっちゃいいじゃん。あ、かっこいいっすね。サイズちょうどね。39,000。これいいっすね。なかなか手に入らないんで。あ、そうなんですね。で、相場が一気にギュンギュン上がってる。これ着てもいいですか。あ、大丈夫です。ちっちゃいか。あ、ちょいちっちゃい、うん、あ、ちょっとだけちっちゃい。あ、でもかっこいい。見た感じ本当にぴったりって感じだな。ね、中を着てなかった。ちょうどぴったり。貴重感がある。もうちょい欲しかったかも。こういうでもことないな。いや、でもすごいわ。いいね。作業場ってちょっと見せてもらっていいですか。雰囲気だけ。まあ裏なんで裏入っていただいて。ごちゃごちゃしてるので逆に大丈夫かな。え、本当ですか。なんか全然言ってください。ダメだったらお邪魔します。わあ、うわ、作業場って感じ。ここで作ってるんですね。なるほどね。生地をそのつなぎ合わせたりとかっていうのも全部ここで。そうですね。どの生地合わせようとかって、これだけの量の中だと。まあ、もう買い付けの時にもうピックした時にこれはこういうデザインにしようとかって、もう大体もうスッパッパッパッ浮かんじゃうんですよ。はあ、センスなんだ。なのでそのデザインを考える時間っていうのはほぼないに等しいです。じゃあもう作ってる時はもう決まってる状態なんですね。もうすぐパッ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 決まって、これはこうしようこうしようっていう。すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、リメイクはあの始めやすいんですよ。そうですか、はい、でもセンス絶対ありますよね。なのでその結構やる方は多いんですけど、続けていくのが大変なるほど。
これもですか？これもリメイクです。それかわいいな。わ、それすごいな。それ着てみてもいいですか？あ、もちろんです。これだ、なんかこれからの夏に一枚でだいぶインパクトあるよね。ありますね。あ、シルエットがやっぱリメイクならではなんで横に大きい。そうですね。後ろ、あ、けいや、あ、いいね。あ、でもなんかいいね。そこまで長くないし、うん、いいよね。うん、へえ、いいな。これこれでいくらなんですか？まあ2000円。おお、でも T シャツ2枚分やもんね。まあそうだよね。言ったら大体メイクブランドの相場ってあるんですけど、うん、それを考えたら全然安いです。確かにリメイク系ってなんかすごいやっぱ高いってイメージだよね。作業量も入ってるし、 T シャツ2枚合体させてるからね。うん、これ買おうかな。ちょっと待って、これちょっといいよ、ね、似合ってる。この3つにしようかな。いいの見っかったね。ちょっとじゃあ買いますか。はい、すみません。生産していただいて。さあ、車で少し移動して、ここはね、武蔵村山市の、まあ、以前いたホープ県の近くですね。武蔵村山の郵便局の目の前あたりにあるプティさんという古着屋さんに行きたいと思います。このプティさんがレディースの古着専門店なので、まあ、僕が着れるものはきっとないんですけど、レディースの古着ってどういうものなのかっていう見たいのと、まあ、ぜひともね、この視聴者の女性が、あ、これ欲しいなって響くような商品があるといいなと思って。これか。さあ、こちらです。かわいい輸入古着。なんかいろいろ調べてみたら、一応アメリカとかで買い付け行ってるみたいらしいですね。でもかわいい。行きましょうか、プティさん。こんにちは。こんにちは。はじめまして、かわいいです。よろしくお願いします。お願いします。すいません、撮影急にお願いしちゃって、はい、よろしくお願いします。わ、かわいい、ね、わ、めっちゃかわいいな。こちらはレディースの古着がメイン。あ、そうです。レディース専門の古着です。はい、いろいろ見させていただきます。はい、どうぞ。ご覧ください。あ、でも雑貨とかめっちゃかわいいよね。雑貨かわいくない？うん、雑貨も楽しめるといいね。うん、わ、結構好きだわこの雰囲気。プレゼントとかさ、困った時とかに良くない？こういう場所。はいはい、こういうのを着てほしいですっていうのをちょっと見つけようか。その辺もこれかわいいね。あ、これマックじゃん。本当だ、マックのマークがついてる。これ普通にかわいいけどね。これマックの昔の制服ですか？いや、そうです、ね、これそうなんですか？海外の、そう、マックのワークシャツ。本当にマックのやつなんですか？あ、そうだと思います。へぇ。確かにこのヴィンテージよりかユーズド品になるんですけど、はいはい、はい、こういう系をささらっとこう着こなしていただきたいですよね、女性にね。だってその古着ファッションだから、俺も古着っぽいカジュアルで着てほしい。これとかも可愛いな。こういう人ってなかなか出会わなくない？確かに。でも着こなしてさ、マジオシャレじゃない、うん、育ってきた環境が違うからさ、好き嫌いは否めないじゃん。はあ、はは。あ、これ可愛い。でも幅広いから男性も着いけると思う。着てみてもいいですか？あ、はい、どうぞ。ちょっとこれ面白いですね。これ面白いですよね、うん、ちょっとマイケルジャクソンみたいな。確かに。これは何なんですか？誰か。あ、これは何のジャケットなの？これなんですか、ね、どこから現れたジャケットなの？でも80年代90年代ぐらいの、はい、星も全部モチーフになってて。めちゃくちゃいいですね。めっちゃちょうどいい。かわいくない？かわいい。かわいいですね、これ。かわいいです。ゴールデンサイズ。ゴールデンサイズ。うん、あれ、めっちゃいいやん。肌触りがめっちゃいい。そうなんですよ。それとしもいい。まさかレディースで出会うとは。
ちょっといつもとジャンルが違う、うん、でもなんか意外とその今の履いてるズボンに合ってんねん。合うか、合います。違和感が全くない。アメカジでも全然合いますもんね。合いますね。これ買おうかな。かわいい。普通かわいいよね。これも海外からのやつなんですか。そうです。へー。これはアメリカとかですか。アメリカから、はい、アメリカだって。アメリカだ、ね、アメリカからだよ。いやすみません、僕ちょっと今アメリカになりたくて。あ、そうなんですか。ちょうどよかったです。アメリカになりたい。はい、ちょっとアメリカになりたいなと思ってたんで。いや、それアメリカになりたいって聞きますよ。どういうことって。え、これ買います。あ、ありがとうございます。はい、ちょっとかわいい。ね、かわいい。似合ってました。いい。自分が行ってた古着屋とは違う、確かに。ギミックがかかった古着があるよね。これとかめっちゃかわいいじゃん。そう、めっちゃかっこいいやん。これ普通に、これ普通にかっこいいわ。違和感なさそう。これも着てみよう。これはめちゃめちゃ使い勝手いい。めっちゃいい。めっちゃぴったり。めっちゃぴったり。なんでこんなぴったりがいっぱいあるの。武蔵村山だからかな。お店はいつからやってるんですか。お店は、2年半くらいですね。あ、もともとここ何だったんですか。もともと生地屋さんで。あ、生地屋さんだ。はい、そうなんです。確かにこう生地屋だったな。うん、そうです。結構おばあちゃんがやってて。そうですね。はい。イニシャルポーチ、これいいじゃん。なんかさ、付き合いたての中学生とかがさ、こうやって探しに来てほしいな。じゃあ私フミトの F 持つから、じゃあフミトは M 持って。 M？ うん、マオちゃん。あ、うん、あれマオちゃんでしたっけ。マオちゃん。こういう小物を買いに来るのもいいよね、うん、ハンドメイドだからオリジナルだし。買いましょうか。すいません、じゃあ先ほどのやつでお願いします。はい、ありがとうございます。よいしょ。リスのお店で買ってくれるって。いやいやいや、すごい可愛かったんで。ありがとうございます、嬉しい。今度メイコとも来よう。メイコ、喜びそう。お邪魔しました。買いました。可愛かったね。どうでした。結構僕の中ではおすすめです。女性は特に女の子は来てほしいかな。お値段も結構リーズナブルなんで、ぜひ武蔵村山市のこのプティさんにね、レディース古着たくさん置いてありますんで、年齢問わず楽しめる場所なんで、ぜひ来てください。僕も赤いジャケット買いました。いいね、アメリカがはみ出してるね。かわいたしチャンネル、チャンネル登録よろしくね。